Maybe I shouldn't call you or leave a message at all. So I try to be patient, 'cause nothing's written on the wall. こんにちは、夏美先生です。本日は日本語で私がどのようにカナダの永住権を取得したのかお話ししたいと思います。ご褒美はこちらのハイティー。永住権を取得できたら来たいと心に決めていました。お話の前に、この動画を見てくださり永住権取得を目指している方々へ。私は移民コンサルタントでも弁護士ではなく、コンサルタントを雇わずに自分で申請した海外保育士です。申請にあたり何かお役に立てればと思いますが、あくまでも個人的な経験を記録しているので、同じ家庭永住権取得ができるわけではありません。申請についてはカナダ政府の最新情報を確認しましょう。カナダの永住権、これはカナダに移民する権利を取得することを言います。取得後も更新のための決まりがいくつかありますが、要は半永久的にカナダに住むことができる権利。私がこの永住権を取得しようと決めた理由は、今が充実しているから。カナダに来て約3年半、美しい大自然と都会が交わるこの環境も、仕事とプライベートのバランスがうまく取れているので自分に合っていると感じています。そしてこの先、大好きな母国日本かカナダに住む選択肢が増えることは自由度が増して素敵と思ったからです。さて本題に入りましょう。永住権申請には様々なカテゴリーがあるのですが、私が申請取得した枠は CEC、 カナディアンエクスペリエンスクラスというスキルドワーカー職でカナダでの就労経験が必要な枠です。申請の最低条件はフルタイム経験が1年以上相当あること、そして定められている技能職であることです。私の場合は技術専門職の保育士レベル2で、申請時2年半フルタイムで働いていたので最低条件クリア。ここで申請に向けてエクスプレスエントリーのアカウントを作成、職歴、学歴、営業力などを登録したものが点数化されます。2週間に1度ほどインビテーション・トゥ・アプライという招待状が発行されますが、自分の点数が最低ラインを上回って初めて申請可能となる、いわば登竜門。ここで私の失敗談を少し。実は私、1年半以上前に取得できていたかもしれないのです。長年の夢を叶えた話の動画で、英語の勉強を始めた2021年の10月頃、コロナ禍の緊急事態宣言で1年半ほど入国制限があり、それがちょうど緩和されてきた頃でした。当時の私はまだ永住権の N 字も知らないほどの知識、準備量で、英語のテストをぼちぼち受けようか、でもまだ就労ビザが1年以上残っているし、そんなに焦らなくても、なんてのんびり考えていました。この制度が始まって以来の最低スコアの75点や300点台の発表があり、何人かの友人が無事招待状を受け取ったという良い知らせを聞き、おめでとうとお祝いしていたら、夏美も今申請すべきとみんなが口を揃えてアドバイスをくれたにもかかわらず実行できなかった私。国内外の緊急事態宣言が緩和されていたのも一変、1ヶ月後に爆発的感染力を持つオミクロン株が世界中で流行。その数週間後に2年半ぶりの一時帰国を控えていた私は、その日から帰国の心配で頭がいっぱいに。カナダに戻ってきてから改めてテスト勉強を行い、2022年の3月に結果を受け取るも、招待状を受け取る一番低いスコアすら私には到底不可能な点数になっていることを知ります。後にこれは別のプログラム PNP、 プロビンシャルノミニープログラムであることを知り、以前就労ビザ発行に尽力していただいたコンサルタントの方に相談しました。このプログラムはカナダの各州がその州の経済・社会発展により貢献できる人材を確保するための永住権申請カテゴリー。私の住む BC 州は当時直近で保育士も追加されたことをニュースで知っており、申請者である私は条件をクリアしていたものの、就労していた園の規模が理由で雇用主の条件が申請条件を満たしていたないことを助言されました。年内に新たな招待状が送られるかもという未確定の知らせを信じ、辛抱強く待っていると、突然7月の頭に最低ライン557点、プログラム枠関係なしに1500人も招待状が送られました。
この2027年の7月で2年間勤務した経験により50点追加、合計点数が474点になりました。あとは改めて英語のテストを受け、最低スコアにいかに近づけるか。でも希望は見えてきました。ここでバンクーバーで貴重な太陽を2ヶ月ほど楽しみ、9月からようやく試験勉強開始。半年前には IELTS を受けましたが、今回は移民用テストにも採用されているカナダ英語の英語検定であるセルピップで点数アップを目標に。約1ヶ月半勉強して10月15日に試験日を迎えました。セルピップはすべてパソコン操作で個々の速度で試験を進めていくことができます。スピーキングもパソコンに向かって淡々と話すし、周囲の人がまだスピーキングに移っていないと静かで緊張しましたが、無事終えることができました。結果は4日後の10月19日に通知され、すべてのスコアが前回のテストを上回る結果でした。英語力のスコアも加算し、私の合計点数は515点に、一つ前のドローの最低ラインが500点だったので、この時点で招待状を受け取る資格を得ることができました。この日すぐに新しい英語力の点数をアップデートし、EEC ともう一つのクリテリアに通過したという表示に変わっていました。数日間何の音沙汰もなく少し心配しましたが、1週間後の10月26日、Invitation to Apply が無事発行。この ITA が発行されたら永住権はこっちのもんという方もいますが、この書類準備はとても大切です。なぜなら自分が登録した内容と照らし合わせるための必要関連書類を60日以内に揃え提出しなければならないから。人によっては必要書類の種類や数は異なるようですが、私の場合は15個でした。過去に保育免許書き換えと就労ビザ取得の際、コンサルタントを利用したので、その時点で揃っていた書類もあります。パスポートのページが1枚、過去の就職先からの推薦状が3枚、現在の就職先からの推薦状が1枚、現在の就職先との契約書をオファーとレターの枠に1枚ずつ、保育所免許が1枚、そして学歴証明が1枚、この時点で15分の9が準備完了。健康診断証明書は21年の年末に検診済み、10月29日、証明写真とその写真の詳細を1枚ずつ取得。残りの3つの書類こそ私の中で準備に時間がかかったランキングトップ3。まずは日本の無犯罪歴証明。前回はワーホリの際に日本から申請したのですが、今回はバンクーバーの日本大使館へ。2022年1月17日に申請、メールは3月2日に受信しましたが、受け取りは3月14日なので約1ヶ月半要したことになります。そしてその次がシンガポールの無犯罪証明。こちらもワーホリの際に追加の書類として提出を求められ、期限のギリギリでようやく受け取ることができたので、今回も早めに申請しておきました。申請はオンラインからも可能なので、3月17日に申請。指紋採取はその次の日にすぐ行き、当日郵送。4月6日にメールで発行された連絡があり、4月25日に郵送で本書が届きました。こちらは1ヶ月ほどでした。最後は、資金証明の書類。私の場合は直接支店で作ってもらわず、オンラインバンキングから自分でダウンロードし作成が可能だったので、申請書類を準備すると、PDF が何十枚にもなったので、それをまとめるのに少し時間を要しました。ですが、これで15個すべての枠の書類のアップデートが完了し、申請費用である850ドルを支払いました。ここから査定に入り、途中で追加書類を求められる場合もありますが、審査期間は約6ヶ月だと言われていました。この時点で私の就労ビザの期限もあと1ヶ月と迫っていたので、永住権の結果との間を補うためオープンビザにも当時申請を決行。永住権の申請を終えたことが前提なので、その証明のメールをもとに別のアカウントを作成し、自分の情報を登録、必要書類をアップデートしていきます。11月5日に申請費用の255ドルを支払い提出完了。4日後の11月9日にオープンビザ発行までの仮ビザが3月8日まで条件付きで発行され、現在の労働条件のもと引き続き働くことができると記されていました。その後、3月8日当日まで何の音沙汰もない状況が続き、明日から働けないかもとボスに半泣きで言っていましたが、仕事を終えた後メールをチェックしたら、まさかの永住権確定のメール。
喜びよりびっくりが先に来て、オープンビザどうしたとなりましたが、4ヶ月で無事取得できたことは嬉しい限りです。その後残りの申請費用の550ドルを支払い、永住権のカードを申請。約2週間後手元にカードが届きました。誕生日前後に永住権のカードが届くという噂は本当かもしれません。実は11月に申請を行った時点でいつでも不承認される可能性もあったので、子供たちと縁のために新しい先生を雇う準備をボスにお願いしていました。結果的に永住権は叶いましたが、3年間もお世話になり、とても良い関係を築くことができたこの縁を去り、さらに保育士として磨きをかけるために新しい道に進むことを決めました。簡単そうでかなり手間のかかるものだと実感した申請から取得までの道のり。私は基本的にのんきなので、点数を超えなければ本帰国しようと考えていましたし、オープンビザの結果が来るはずの3月8日の数日間ぐらいしかストレスを感じませんでした。結果論でしかありませんが、もっと早く焦らず取得できた可能性もあります。皆さんも皆さんのタイミングとスピードで永住権取得に向けて動き出してほしいですが、先を見越しての準備をぜひ打ち切ってみてください。皆さんの永住権取得もスムーズにことが運びますように。